どうも、浜です。浜テレビ演技編始まりました。浜テレビ演技編広島編講座ということでございます。上京して20年が早すぎようとしておりますが、役者になるために上京してですね。で、私の生まれ育ちがですね、広島県尾道市というところでございますので、尾道市出身者の俳優がお届けする広島編講座のお時間でございます。レッスン3でございますね。第3回目の放送となります。よろしくお願いいたします。今日お届けするのはですね、これはね、脚本家、演出家、また役者陣、これ使えるかな、舞台とかなんか広島弁っぽいことを言いたい時に使えるかなっていうのに使えるんではないでしょうか。言葉がちょっと違いすぎるので使えるかどうかまあ判断してください。まあこの後ね、聞いた後に判断してください。これはね、僕は衝撃的でした。ずっとね、標準語と思ってましたからね。これでございます。たちまちたちまち、なんだと思います？たちまちってよくあるですね。じゃあドラマかなんか、なんでもいい、こういうシーンがあるとしましょう。居酒屋に入りました。すいません、たちまちビールこれ広島弁ですね。たちまちはとりあえずですね。びっくりするでしょこれ。僕ずっとこれ標準語と思ってました。標準語でね、そういうシーンがあったとしたら、居酒屋とかであったとしたら、すいません、とりあえずビールとか、とりあえずビールみたいなことをするわけですよ。それが、広島弁に直すとしたら、それがたちまちに変わります。すいません、たちまちビールという形ですね。これがちょっとリアルかなみたいなことでございます。よかったら使ってみてください。ただ言葉が違いすぎるんでね、わかる人にしかわからないみたいになっちゃいますが、全国には伝わらないみたいになっちゃいますがね、使えるかどうかわかりませんが、頭に入れといてみてはいかがでしょうか。もうこれね、僕ね、東京に来て何年目ぐらいですかね、13、14年目ぐらいに初めて知ったんですよ。ずっとたちまちビールって言ってて、で友達は、浜はそんなに急ぐんかとそんなに飲みたいのかと思ってたらしくて、特にまあしかもその時しか使わないから、スルーしてたんですって。でずっとね、方言だっていうことはなんか言ってんだろうな、どういう意味なんだろうなと思いつつ、それかよっぽどビールが欲しいか、もうたちまち持ってこい、早く早くビール持ってこい2つみたいな感じなのかなと思われてたらしくてですねその時のたまたま店員さんがですね、広島県出身の方で、話しかけていただいて、あれお客さん広島方向の方ですかって、あはい、なんでわかったんですかって言ったら、いやたちまちは方言ですからねつってたちまちビール言わんの言って、たちまちビールを否定される、否定はしてないんですよ。標準語じゃないって知らされた衝撃感、驚きましたね。なので皆さん、演出家の方とか役者陣の方とかね、そういったシーンでとりあえずビールみたいな、とりあえずみたいな言葉があったら、まあね、ちょっと使ってみてはいいのではないでしょうか。というか、浜テレビチャンネル登録よろしくね。